俺の区間は AWM。 はい、どうも、スコリです。今回はですね、お話ししていきますのが、まあ、結構コメント欄とかでちょこちょこ見るんですけれど、まあ、今回ですね、まあ、エヴァンゲリオンのコラボガチャ来ると思うんですが、まあ、それの割引があるのかないのかっていう話、結構来るんですよね。はい。まあ、現状分かる要素っていうのはないんですけれど、まあ、過去の、まあ、エヴァコラボとか、あと直近ありましたコラボイベントを参照にしてですね、今回はそのあたり、ちょっと考察していこうかなと、はい、いうふうに思います。それではやっていく。はい、というわけで話していくわけなんですけれど、まあ、今のところですね、まあ、エヴァンゲリオンコラボの方からまず例として挙げていこうと思います。まあ、エヴァコラボ、今まで第1弾、第2弾ございました。はい。この第1弾、第2弾において、まあ、エヴァンゲリオンコラボのガチャっていうのは、割引も特典も存在していないんですよね。はい。まあ、存在していない理由としましては、まあ、結構前ですもんね、やったの第1弾。第1弾の頃は、まあ、あんまりですね、まあ、コラボガチャに特典をつけるっていう、まあ、そういったですね、まあ、流れってのはなかったんですよね。はい。まあ、なんで、まあ、そこら辺に関しましては、まあ、なくても仕方ないのかなというふうに思います。第2弾は、まあ、今年入ってからですね。はい。まあ、なんですけれど、まあ、この時もなかったですね。はい。割引っていうのは。まあ、なんで、まあ、割引っていうのが、まあ、ないと、そして、まあ、特典がないと、どうしても、コア行動のガチャっていうのは、試行回数が上がらない。その、同じ課金額を費やしてもですね、回せる回数ってのが少ないので、まあ、やっぱり少し、エヴァコラボのガチャっていうのは当たりづらいよねっていうですね。まあ、そういう印象に僕らありますし、まあ、割引っていうのはされていないと、はい、いうわけなんですよね。はい。まあ、直近のコラボレーションで、まあ、当たりやすいと言われている。まあ、そして結構当ててる人が多いガチャっていうのは、まあ、例えば10連の特典とか、まあ、そういうね、お得割引パックみたいなのが、まあ、そういうのがついてくる傾向にございますんで、回数上がりますから、同じ課金額でも。はい。まあ、ですので、まあ、やっぱり当たらないっていう印象が、エヴァガチャにある以上は、そういうね、割引とか特典とかはないですし、まあ、次来るかって言われたら、まあ、微妙なところだからっていうのが、正直なところですね。はい。まあ、エヴァンゲリオンの120金券のガチャって、まあ、すごいですね、なんて言いましょうか、守られているんですよね、コンテンツが。あんまりその、安売りされないように売られているんですよ。はい。まあ、それはまあ、なんか、クライアント側の指定なのか、まあ、それとも、まあ、やっぱりエヴァンゲリオンって、すごいですね。まあ、人気なので、まあ、公約行動運営が絞ってきているのかっていうのはわからないんですが、まあ、第3弾来たとしても、まあ、あまりその、安売りするというか、価値を下げてくるっていうのは、なんか見えてこないのかなっていうのが、僕の正直なところの印象なんですよね。はい。まあ、どうなるかっていうのは、まあ、正直わからないんですけれども、まあ、割引されていなくても、まあ、そして、まあ、10連ごとの特典がなくても、まあ、文句は言えないのかなっていうのが、まあ、正直なところです。はい。まあ、一応、エヴァンゲリオンコラボ第2弾に関しましては、割引要素なかったわけではなかったんですけれども、まあ、微妙な感じでしたね。あの、ペンペンがあったじゃないですか。ペンペンをマップ上で見つけたらですね、まあ、ちょっといろんなアイテムが金券で買えますよ、割引で買えますよっていうのがあって、まあ、例えば、まあ、皆さんご存知なのは、まあ、金枠のですね、重機スキン、うん、久保式と89式のやつ、これが入ってまして、まあ、人によってはまあ、そこら辺持っていますから、まあ、金チケットを実質ですね、金券で買えますよ、みたいな、そんな感じになっていたイベントで、まあ、この時のプレイヤーは、まあ、皆さん全員ね、頑張ってそのペンペンを探していたっていう感じになっていたんですけれど、このペンペンの中にですね、まあ、ガチャが割引になるですね、パックっていうのが入っていました。まあ、結構、1連と3連、5連と10連と20連がありまして、まあ、全部ですね、金額的に言うと、大体全部半額で入っていたといった形でしたね。はい。まあ、これ自体のイベントは面白くて、まあ、久保式とか、そこら辺が買えましたので、金券で、持っていない人とか、まあ、拡張させたい人とかは、これを頑張って探していたんですけれども、まあ、ガチャの方に関しましては、結構排出率が低かったですもんね。あんまりその、ガチャの割引パックっていうのが出ない。うん。そういった感じになっていたんですよね。で、まあ、10連と20連に関しまして、どっちも半額になってましたので、これに関してはものすごく美味しい割引だったんですけれども、まあ、今回またそのペンペンがもしかしたら来るかもしれないと。ペンペンがもしも、まあ、来たとしたら、割引パックの方に関しましても、やっぱり期待はできないのかな、というふうには、まあ、思いますね。ペンペン来てほしいですけれどね。ただ、ガチャの割引も、10連ごとの特典もないのであれば、ちょっとやっぱりエヴァンゲリオンコラボは厳しいのかな。っていうのが、まあ僕の正直な印象です。はい。まあエヴァンゲリオンの、まあコラボガチャっていうのは、割引やですね、またあとそういう特典がない代わりに、まあ回した回数だけ、なんかその専用の交換アイテムみたいなのがもらえるんですよね。はい。で、そんな、まあ専用の交換アイテムを、まあ交換すると、まあ金枠のバイクスキンとかが買うことができるっていうのがありまして、まあそれが代わりのですね、まあその特典だったりとか割引の代わりになっていたっていう感じなんですけれども、まあ、コ
交換できるところに行き着くまでがものすごく難しいみたいな、まあ、そんな感じに、まあ、ぶっちゃけ、まあ、なっておりますので、まあ、正直いらんですよね。はい。DC コラボの時も、この引き換えみたいなのあったんですけれど、やっぱりその皆さんが欲しいようなスキンを引き換えるところまでに行くまでは結構ね、回数が必要ですし、まあ、ほぼほぼ、まあ、合ってないようなものみたいな、そういう風に、まあ、なっておりましたので、できればやめてほしいかなっていうのが、うん、引き換えイベントに関しましては、できればしてほしくないな、という風に、まあ、思いますね。はい。DC コラボの時は、引き換えプラス割引のパックっていうのが、まあ、共存しておりましたので、はい。まあ、その引き換えがあるイコール、まあね、特典がないっていうのは、まあ、考えづらいのかなっていう風には思うんですが、まあ、今のところの傾向を見ると、まあ、やっぱ期待はしづらいなっていうのが正直な印象ですね。はい。しかしですね、まあ、最近の、まあ、コラボレーション、最近あったコラボレーションっていうと、まあ、直近3つで言うとですね、ワンパンマンと東京グールと永遠の消防隊なんですけれど、まあ、それに限らずですね、今年あったコラボレーションっていうのは、基本的にその10連ごとの特典とか、またあと割引のパックですね。まあ、これが、まあ、行われていることってのが多いですね。まず、ワンパンマンコラボは10連ごとの特典ありました。そしてまあ、割引パックの方もあったっていう感じで、まあ、すごいですね。まあ、普通のガチャよりも、同じ課金額を費やしても回せる回数っていうのが多かったので、まあ、割かし金枠を当てている人っていうのが多かったですね。はい。で、もう一つ、東京グールのコラボレーションに関しましても、まあ、割引パックありました。そしてまあ、10連ごとの特典もあったという形だったんですよね。はい。ですね、東京グールのコラボレーションからですね、結構そのコラボの傾向というか、ガチャの売り方っていうのが変わってきておりまして、それまでと全く違う要素っていうのが一つあります。まあ、それがですね、割引パックの割引率の上昇ですね。はい。今までですね、例えばその300金券で買える割引パックってあったじゃないですか。はい。まあ、あれを買っても、コラボレーションの120金券のガチャ3つと、まあ、パック3つとか、そんな感じのラインナップだったりしていたんですけれど、まあ、東京グールの頃からですね、300金券の割引パックを買うと、まずですね、コラボガチャが4回、そして栄光勲章が4つ手に入るっていう形で、まあ、すごいですね、東京グールの頃から割引のね、率を上げてきていると。プラス、割引パックと、その10連ごとの特典っていうのを共存させてきている。うん、これがございますね。はい。まあ、普通に割引パックの方も美味しいですし、10連ごと特典を使っていくと、まあ、例えば50連分ですね、課金。まあ、1万円ちょい分ぐらいですかね、課金していくことによって、実際はその回せるガチャの回数が90連まで上がるというですね、まあ、試行回数が増えれば当然ガチャっていうのは当たりやすくなりますし、まあ、全然ね、変わってきますので、はい。まあ、そういう部分で最近はコラボレーションのガチャっていうのをすごいですね、特徴的というか、まあ、そうやって印象付けさせに来ているっていうのが、まあ、ありますね。はい。まあ、50連が90連になると本当当たる確率ってのは変わりまして、まあ、エヴァンゲリオンの金額っていうのは 2.45%、全部合計すると 2.45% ですね。はい。で、このうち、まあ、50回ですね。はい。普通にその10連ごとの特典なしで50回回したとすると、金枠が1個以上出る確率っていうのが 71% なんですよね。はい。まあ、なんですけれど、これがですね、試行回数50回から90回に変わることで 89% になります。はい。なんと確率がですね、18% も上がります。89% だったら、まあ、ほぼほぼ、まあ、90回回したら、最低ですね、1回は金枠が出るっていう計算になるんですよね。はい。まあ、ですので、まあ、そういう特典ってのは大事ですし、特典をつけることによって、まあ、コラボレーションのガチャが闇になりづらくなると、まあ、皆さん結構当てられている方っていうのも多いと思いますし、まあ、そんな感じで、まあ、その、ガチャのコラボのですね、作品の印象をつけさせるために、最近この直近2つのガチャに関しましては、割引と特典ってのをつけていることが多いのかなと思います。そしてですね、永遠の消防隊、永遠の消防隊に関しましては、割引はありませんでした。特典もなかったです。これだけ言うとですね、そんな微妙じゃないっていう風に思われるかもしれませんが、まあ、実はね、永遠の消防隊のガチャは、そもそもそれ自体が当たりやすかったですね。金枠の車両とか銃とか、ものすごく出やすかったですし、まあ、プラス、まあ、無料ガチャ要素っていうのも結構充実していて、リスマラも無限に回すこともできました。まあ、リスマラしていて、この時にですね、リスマラしていた方っていうのは、まあ、ほぼほぼ皆さんですね、金の車両を出している、うん、マッチボックスを出しているっていう状況になっておりましたし、まあ、割引とかない代わりに違う部分でユーザーが得できるっていうのがありました。まあ、最近のコラボレーション、ユーザーが得できない要素っていうのがないことがないです。絶対できるんで、はい。なんで、エヴァンゲリオンの今回のコラボレーションに関しましても、まあ、これだけ厳しくするっていうのは、正直この直近のコラボレーションで考えると、まあ、少し考えづらいので、はい。まあ、そうやって割引だったりとか、10連ごと特典とか、またあと無料ガチャとか、そこら辺が来ることは、まあ、十分に予想されるのかなと、はい、いうふうに思いますね。で、まあ、結局ですね、今、エヴァンゲリオンのコラボ、割引がないケースと割引があるケースをどっちも話して、じゃあ、そこらお前個人的にどっちを持っとるんや、みたいな。どっちも紹介してそれで終わりか。
ていう風に言われると思うんで、まあそれやったらさすがにね、まとめる意味ないですから情報を。僕の個人的な見解を話そうかなと思います。僕はお得パック、割引パックや、あと10連ごとの特典、おそらくあると思いますね。これなんでかというと、僕はまず120金券のガチャを無料で僕らに引かせてくれないと予想しております。まあ一応その事前のイベントで、まあ1回とか2回分ぐらい配られると思うんですけれど、僕が今の無双してるイベントのやつですね、配られるとは思うんですけれど、まあ本イベント始まってから多分引けないと思ってるんですよね。うん。引けてもなんか勲章とかパックとか、まあそこら辺になるかなっていう風に予想はしてます。はい。そうなった場合、無料ガチャがないのであれば、先ほど2つのですね、ワンパンマンと東京グルのコラボみたいに、その2つも120金券のガチャを直接ですね、無料で引けるようなイベントってのはなくて、その代わりに割引パックと10連ごとの特典ってのが2つついてきていたんですよね。はい。まあですので、エヴァンゲリオンの方も安売りしたくないっていう風に怖い行動で考えていると思いますから、まあ無料ガチャっていうのを、まあちょっと絞ってくる代わりに割引パックやお得体験パック、ここら辺を実装してくるんじゃないかなと、いう風に思いますね。エヴァンゲリオンのガチャだけ闇だったっていう風に思われるのは、公約行動運営からしても、そしてクライアント、エヴァンゲリオンのですね、制作側からしても、まあマイナスでしかありません。はい、マイナスになるような印象をユーザーにつけさせるのは、僕はナンセンスなのかなという風に。で、まあそこがですね、まあその十分に予想できる状況になってきておりますので、まあ割引パック、体験パックでお茶を濁してくるかな、みたいな。そういう風には、まあ思いますね。まあそんな感じでね、まあガチャが割引あるのか、そして10連ごとの特典があるのかっていうのを話していきました。まあもしもあんまり課金できんな、普段からそんな課金できてないなみたいな人で、それでエヴァンゲリオンコラボも課金しようかなっていう風に迷われている方は、その割引パックがあるのかないのか、そしてまあ10連ごとの特典があるのかないのかっていうところで、まあ、判断していけばいいんじゃないかなという風に思います。まあ先ほども言いましたように、やっぱりね、だって10連ごとの特典とか割引があることによって、まあ同じ金額課金しても回せる回数が変わります。そしてまあ回せる回数が変わることによって、その金額のアイテムが手に入る確率っていうのも大幅に変わってくるんですよね。はい。ですので、そこら辺をね、まあ皆さん考慮していきながら、お得になる要素がなかったら回さない、あるんだったら回すみたいな、そういう風に自分の中でですね決めて、そしてね、まあエヴァンゲリオンコラボに臨むことが一番なんかいいんじゃないかなっていう、一番いい選択肢なんじゃないかなと、はい、いう風に思いました。こんな感じでいろんな情報を動画にしておりますので、チャンネル登録、高評価、通知のオンよろしくお願いします。 Twitter やってます。フォロバしろと言われたらフォロバしますのでよろしくです。 TikTok、メルダム、そちらの2つやってます。メルダムの方ではすべてのリサマラライブやっておりますので、リサマラの恩恵得たいなという人はそちら来てください。よろしくお願いします。あとですね、 YouTube コミュニティ欄とメルダムの方で無料クランロゴ作成企画の方もやっておりますので、そちらもよろしくお願いします。 LINE の方で動画の通知や最新情報の方もお届けしておりますので、そちらもよろしくです。サブチャンネルでもぼちぼち料理動画上げてますので、よかったらですね、そちらの方もご視聴していただけると嬉しいです。そんな感じです。それでは。